しダンコメニュース、どんどんコメントしてね。今回はご覧のようなニュースをお送りいたします。JR 各社は12月31日から1月1日にかけての終夜運転は国土交通省からの自粛要請により12月18日までにそれぞれ中止を発表しました。しかし JR 東日本だけはその後もイベント関連のニュースリリースを連発しており、大晦日以外に関しては要請を無視しているような状態です。実際の利用状況は不明ですが、これでは東京の感染拡大が止まることはないでしょう。JR 東海のリニア中央新幹線建設について静岡県が反対、対立している問題についての情報です。静岡県の川勝県知事は JR 東海の金子社長と直接会談も実施し、リニアの必要性も認める発言、手土産をプレゼントするなど個人同士として蜜月ぶりをアピールしていましたが、実際の行動としては工事着工を認めない、国に対して批判的な言動を取るなど二枚舌を展開しています。静岡県が国土交通省に提出した意見文書には意見の捏造疑惑も出ており、今後も激しい対立が予想されます。なおリニア建設に否定的なのは朝日新聞、毎日新聞などで、これらは建設に反対している JR の労働組合とも関係の深い新聞会社です。一方肯定的なのは読売新聞、産経新聞などです。もっとも現実的には東海道新幹線での採算性が回復しない限り、リニア中央新幹線の採算性は見込めないものとなるでしょう。建設継続か中止かの鍵を握るのはやはり感染の拡大状況のようです。 JR 各社は利用者の減少などにより経営に大きな打撃を受けました。各社の上半期決算、4月から9月までの営業損失はご覧のようになっています。続いて時価総額の昨年12月末から12月25日現在との比較です。上場中の4社のみを表示しています。アメリカ南部テネシー州ナッシュビルで現地時間25日の午前6時半頃、大規模な爆発があり、少なくとも3人が負傷、1人が死亡した模様です。爆発はキャンピングカーの爆発によるもので、その1時間前には銃の発砲音があったという証言のほか、爆発を予告し避難するように呼びかけるアナウンスが流れていたという情報が入っています。リベラルリポートというツイッターアカウントが、ビル・クリントン元アメリカ大統領が先週末に亡くなっていたというツイートを発信し注目を集めています。ビル・クリントン氏のツイッターアカウントは12月20日を最後に更新が停止しています。なおヒラリー・クリントン氏のアカウントは現在も発信を続けていますが、当然この件については今のところ触れてはいません。アメリカの大統領選挙は現在も結果が確定していません。1月6日に各州の選挙人投票の結果が集計されることになっていますが、中国などによる選挙介入などの疑惑により正確な集計ができていないとして論争が起こっています。現状わかっているのはトランプ大統領の得票数も歴代最多得票であり、バイデン候補はそれをさらに1000万票も上回っているため、一部の地域では投票率が 100% を超えているという情報も出ています。来年1月以降もこの問題は大きな火種となっていく可能性が高いでしょう。今年は航空需要の激減などにより原油価格が4月に史上初めてマイナスを記録する事態となりました。これに最も影響を受けたのはサウジアラビアなどの産油国です。過剰供給になっている原油価格を上げるには減産を行うしかありません。しかし実際には多くの国で減産目標を遵守しておらず、需要の回復などを見込んで生産を続けていた国が多いようです。これには原油以外の経済基盤が乏しいこともあり、観光需要も感染拡大により見込めないことから経済が破綻しかねない状況となってしまうからです。現在原油価格は50ドル前後を推移しており、2009年もしくは2005年頃の水準にまで逆戻りしています。8月に大規模な爆発事故のあったレバノンでは現在も混乱が続いています。そんな中
レバノン政府は、2011年から続けていた、日本製の食品や飼料の輸入規制措置について、12月10日付で解除していたことが明らかになりました。日本政府は、この決定について、歓迎すると表明しています。一方、日本からレバノンへ逃走した、カルロス・ゴーン被告について、来年1月18日に、フランスの捜査官が面会するとの、報道が出ています。3月には、ホリエモンこと、堀江貴文氏が、レバノンへ入国し、ゴーン氏と対談した様子を、YouTube に投稿していました。ゴーン氏の国外脱出から、間もなく1年が経過しますが、これまで、レバノン側は、ゴーン氏の逃亡事件について、捜査に着手していなかったことも、昨日、報道が出ていました。トルコでは、2021年の後半に、デジタル通貨の試験運用を、開始する予定であることが、明らかになりました。トルコでは、通貨危機寸前の状態に、陥っていると言われており、1リラは、2016年には、40円ほどだったのに、現在は、13.7 円にまで、下落しています。こういった状況の打開策が、デジタル通貨の発行なのかもしれませんが、現在、率先してデジタル通貨を、運用しているのは、スウェーデン、バハマ、そして、中国などです。それらの歴史も浅く、まだ、1年も経っていないところが、大半です。その中国では、現在、大規模な停電が発生していると、言われています。原因の詳細は不明ですが、暖房の使用制限、工場などの、操業停止命令も出ており、違反した場合には、罰金なども設定されているようです。特に、電子決済が、急速に普及していた中国では、お金も商品もあるのに、購入ができないという事態になっているようです。スマホの充電も、無限ではないでしょう。もう一つの注目は、食に関するものです。中国では、客人をもてなす際、食べきれないほどの量を提供し、客人もまた、あえてそれを残すことで、満足した、ということを伝えるのが礼儀と、文化になっていたようですが、8月頃、これを、習近平主席が、問題視するというニュースが、流れました。そして、12月22日、食べ残しの規制や、大食いをテーマにした、テレビ番組や動画制作を、禁止する法案が、中国の国会にあたる、全国人民代表大会に、提出されました。これらは、本当に、道徳的な問題が発端なのか、それとも、食料事情が深刻化する事態などがあったのではないかなど、憶測も呼んでおり、下手くそな料理が出された時は、どうすればいいんだと、皮肉を言っている人たちもいたようです。新型コロナウイルスの感染拡大は、今年の1月からとも、去年の11月頃から始まっていたとも、言われています。あるいは、もっと以前から始まっていたという人もいます。ただ、現状、間違いなく言えることは、世界で初めて死者が計上された時期に、私たちは戻ろうとしているということです。実際、感染者数、死者数も、北半球を中心に、だんだんと増え始めています。南半球でも、ブラジル、コロンビア、南アフリカなどで、12月に入ってから、急速に死者数が増えている地域もあります。明確なワクチンも、まだ、確立されていない以上、私たちは、最善と思われる行動を、取り続けなければいけないでしょう。来年には、無条件に良くなるだろう、などという、甘い考えをするには、早すぎるはずです。